はーい、皆さんご一覧のペンです。飲みながら野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、長尾家そして相馬家、岩木家を滅ぼしました。で、マルモに伊達家は南部家に取られてしまったんですけども、最上家を従属させることができました。さあ、では早速やっていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、大雪でございます。大丈夫でしょうか。結構被害が出るのではないでしょうか。で、陶器の素材により痛手は抑えられました。よかった。で、どうでしょう。まあ、だいぶ被害は抑えられてるけど、拠点多いな。大丈夫かな、みんな。で、息子たちが生まれてきてるね。了解。さあ、表情ですよね。で、足投げとの同盟の期限があと1ヶ月。了解。さあ、では次は足投げ攻めていきましょうか。行きましょう。先月の終始でございます。はい、表情でございます。で、新しい方策提案。ね、今度はそうっすなぁ。まぁ、対面公安も早く取りたいっすね。ここはじゃあ農業と軍事で行きましょう。で、ピッカーン、佐竹義明、伊達春宗からの、じゃあ斎藤智信。はい。これにて表情を終える。ここはなぁ。馬防作か。あ、でもね、軍事のポイント全部なくなっちゃうな。まあ、ここは、じゃあ、豊作公安会、取りましょう。絶好調、確率上昇中。いいですね。で、あとは、まあ、こんなもんでいいか。はい、いいでしょう。で、当家に使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい。ああ、いいですね。片倉北ちゃんと、お、甘春さんだ。ようこそ、ようこそ。お待ちしておりました。さあ、足投げの領土かなりでかくなったな。今回の足投げはね、すんごい頑張った方だと思う。行きましょう。さあ、そんな足投げを私たちが食らう。行くぜ。立ちはだかる者、陣ぶれ寄せよ森友寺、前らが有望を見せつけてやれ。吉高めが我が血を奪おうというのか。貴様の好きにはさせんぞ。うん。さあ、で、武田家ありがとう。で、南部家と柿崎家の戦から足投げは手を引くとのこと。あれ、南部家は、ああ、よかったよかった、味方になってくれた。オッケー。さあ、ということで、心ばかりの品、サンキュー。じゃあ、行きましょう。まずは、どこ攻めるべきかな。いやー、この辺やっぱね、戦場上限きついな。となると、鶴岡城とか柴田城だよな。じゃあ、五千城行くか。はい。さあ、で、もう一部隊。じゃあ、柴田城行きましょう。はい。我に続け。行くぞ、行くぞ。で、もう一部隊ぐらい出したいっすね。もう一部隊か。まあ、2万もいらんので、こっちのね、準検証を壊してほしいです。行きましょう。我に続け。さあ、行くぞ。さあ、で、はいはい。で、柿崎家が南部家によって滅ぼされました。で、これはやばいっすね。で、足投げが安藤攻めやめたか。うん。まあ、確かにそれどころじゃないよね。手段は選ばさあ、足名森友寺、勝つためなら。国衆将兵があった、これか。で、前回の動画のコメントで気づいたんですけど、こちら北条家はね、現在ね、武田家と同盟結び直してんだよな。だからね、北条家攻めれないな。まずいな、まずいな。この野郎、北条家うまいな。で、足名家が最上家に戦を仕掛けた。まあ、これはもちろん最上家を応援しますけども、助太刀、そんな余裕があるのか。待機せよ。で、こっち、大丈夫かな。さあ、田村さんはそこの準決勝壊してて。来る。はい。あ、でも睨み合ってる。はいはい。そうやな。これ参ったな。まあ、だから参るぞ。とりあえずじゃあこっち行きましょうか。さあ、向こうの救援に向かうと思ったけど、準決勝壊してから。まあ、それまで間に合うし。オッケー。で、準検証壊れた。参るぞ。で、どっち行く？どっち行こう。また、じゃあ、山形城救いに行くか。はい。進め。行きましょう。で、清須織田家が六角家によって滅ぼされました。六角家、そんなとこまで来てんの？すごいな。で、長め。で、備えは、あっていた手は抑えられたというわけですけども。うん、だいぶ抑えられてるね。オッケー。さあ、表情ですよね。はい、表情を行う。今回そうっすね。まあ、ここはじゃあ軍事と論議でいきましょう。
で、ピッカーはなし。じゃあ長尾影虎、斎藤智信、そして伊達春宗だ。これにて表情を終える。正足が取れるか。足軽のレベル上昇、これがあるんだ。じゃあこれ取りましょう。で、これで足軽が強くなりました。すーげー。よし、オッケー、ナイス。ご命令を。さあ、足名森氏はどう動くのでしょうか。行きましょう。はい。で、吉高様、一大事でございます。成田長安が北条家に下ったとのこと。また北条やるね。で、柴田城到着。柴田城はここは方位59日でいいか。はい。で、五千城も到着。五千城は強行53日か。まあ、ここは強行でいこう。はい。で、で、来てるな。あーと、足田森氏か。ちなみに、戦場上限は手を。わー、だいぶきついな。まあ、だけど、大丈夫でしょう。行きましょう。あ、で、足田森氏が引いた。で、8800に、編成し直したか。はい。あーと、で、はいはい。最上攻めに行ってた足田家の部隊がいなくなったということで。参るぞ。じゃあ、こっちか。まあ大丈夫でしょう。オッケー。我に続け。頼んだぞ。さあどうする、どうする。うわー、迷ってんな向こうも。で、武田家の親善完了。了解。あ、当家に従属している二階堂家ですが、家臣として取り込んではどうでしょう。いいですね、やったー。オッケー。この照之、老骨に鞭打って吉高様の天下のために働く所存、よろしくお引き回しのほど。ああ、頑張ってね。いやー、いいですね、やったやったー。さらに里見家の領土が広くなりました。で、兵糧がだいぶやばいな。ではでは、じゃあこちら闇取引使っていきましょうか。米の購入取引費用は 40% になるが、まれにまがいものを渡される。いきましょう。通称兵糧ガチャだ。浅はかなり、浅はかなり。さあ、で、闇取引どう。さあ、買っていきますよ。取引を行いましょう。で、金銭はしっかりあるんで、仰せの通り買えるかな。いけ、ありがとう。ナイス、買えた。 OK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 。 いきましょう。やったー。で、はい、ここ四季なさっとも我らの価値はいりません。いや、ここは四季を取っていきましょう。さあ、お願いします。はい、会津新宮の戦い、田村昭頼 VS 芦名森氏。兵数は、確かに私たちの方が 上だね。オッケー。ここはね、戦場上限めっちゃ狭いからね。で、向こうは国衆将兵で、よしよし、それでも私たちの方が上だ。で、お互いの部隊はこんな感じです。よし、勝てる。行きましょう。はい、海戦、会津新宮の戦い。行きましょう。今回私は、のろし陣、沼。で、向こうが陣とのろしか。とりあえず、じゃあ私たちののろしを守りつつ、向こうの命令を、のろしを壊したいですね。さあ、で、この中で回避持ちは、この方か。じゃあこの方は、さあ、私たちの右翼の方行ってもらって、で、こっちののろしを壊しに行ってもらいたいですね。さあ、まずは始めましょうか。トントで、200発見か。さあ、沼にかけたいな。じゃあ、はい、魚での方始めましょうか。さあ、まずはさあ、急いで、はい、で、こう行ってもらって、ご命令を。で、こっち来てもらって、始めましょうか。さあ、で、魚でで沼にかけたいですね。ご命令をお覚悟願います。さあ、いけるか。敵の居所つかみましたぞ。もう少し。あー、で、あー、私が沼にかかっちゃう。あらら、あ、待って。はい、始めましょうか。じゃあ、さあ、沼にかける。この戦、まずは魚で。すべては我が焼酎です。吉明は、はい、下がって、こい。さあ、どうだ。命令してくれ。さあ、来るか。やりたい。あーっとで、吸収かかった。オッケー、いいぞ、素晴らしい。こうだ、こう。ゲチ。さあ、みんなも、はい、こう。さあ、こっち来て。ご命令。さあ、まずはやりたい。ここ、あーっとで、のろし。はい、のろし、覚悟しろ。
さあ、でここの舞台を、はい、力負けするとはね。さあどうだ、一筋縄ではいかねえか。あ、はいはい、それがあったか。じゃあ、作詞作詞で、もう一舞台撃破で、こ叩き潰せ。さあ、で、脳死壊せるでしょうか。で、こっち行こう。で、こっち、お覚悟願います。叩き潰せ。ほい、やりたい。作詞作詞、はい、あー、作詞、はい、戦の仕方、はい、でしょ。さあ、で、こう、で、こう行こう。で、あー、うん、そこにも沼がありますか。まず、はい、下がって、で、こう、ご命令を。で、こう行って、助けに行ってあげて。で、脳死壊した、ナイス。あ、で、川の中に陣があるよ、敵。あー、そんなこともできるんだ。はい、川の中に陣立ててるよ、この人たち。やりたい、前へ。変なの。何しやがる。じゃあ、ここ。さあ、で、はい、向こうの舞台倒しました。 OK、 アスナ森内倒しました。 OK、 いや、完璧な試合運びでしたね。さすが田村おじいちゃん。俺が積み重ねた年の被害全然違うもんな。さすがっす。さあ、ではでは、はい、じゃあ会津新宮城攻めましょう。ここは強行重要化いきましょう。はい、で、向こうから4400来てるか。はい、で、4400が到着。まあ、これ大丈夫でしょう、多分。都市的なさとも勝ちは揺るぎません。 OK、 OK。 さあ、ということで、さあ、会津新宮城を攻めるのだ。で、はい、落ちました、ナイス。さすが田村おじいちゃん。で、田村おじいちゃんは、じゃあ引き続き黒川攻めましょう。はい、我に続け。さあ、で、どうする。四季なさとん、我らの勝ちはいりません。ああ、そうなんだ。じゃあ指揮は取りません。 OK。 さあ、ということで黒川攻めましょう。黒川は強行42日。はい、さあ、そして、こっちから2700が来てるか。いや、でも、もう兵糧きついしな。さあ、では兵糧ガチャやっていきましょうか。取引を行いましょう。ね、金銭だいぶないな。王政の、まあ、今月はこれでいこう。いけ、ナイス、変えた。オッケーオッケー、よし、行きましょう。で、アーデート柴田城落としました。ナイス、オッケー。いただで、向こうの兵が引いてったんで、まあ、ここはですね、じゃあ部分騎乗で何個か返しましょうか。じゃあ、はい、じゃあ3部隊騎乗させます。で、こっち行こう。はい、鶴岡。はい、行ってらっしゃい。で、五千城ももうすぐ落ちるかな。はい、オーケー、落とした、ナイス。いいぞ、いただくとし。で、この方を投与して、で、この方は逃がす。はい、で、斎藤智信はこっち、坂戸城行きましょう。さあ、行くぞ。で、鶴岡城到着。鶴岡城は方位72日か、結構かかるな。はい、で、黒川城落ちました、ナイス。オッケー。じゃあ田村さん、そうだな、参るぞ。こっちまで64日もかかるか。ここはじゃあ援軍お願いしましょうか。じゃあこうかな。兵数1万、2000を軍馬1800で借ります。はい、さあ、お願いします。じゃあ、こうして、こうしましょうか。で、76日、あれ、待って、ここは南部家の援軍、南部家の援軍どこだろうな。どこだろう、どこだろう。こうなるか。1900、行きましょう。目標地点に到着する前に兵糧が消えてしまいます。まあ、なんとかしよう、そこは。じゃあ、兵糧ガチャ。あ、やってなかった、しまった。まあいいや、行きましょう。じゃあ、田村さんはもう騎乗してください。ここはじゃあ方位34日で、はい、田村さんは騎乗してください。うん、本当ありがとうございました。はい、じゃあ騎乗。さあ、で、これで兵糧間に合うかな。で、武田家の甲州権流通、ナイス。で、足投げとの戦いももう半年経ってるのか。早いなぁ、行きましょう。で、北条来た。マジか。マジか、こいつ。
また武田家の同盟を振り切って私たちに宣戦したの。手を貸してやばいなこいつマジクレイジーやな。私たちへの憎しみがすごい。敵が我が領内に向かっております。宇治安が川越城に19000か。川越城か。まあでもなんとか守れなくはないんじゃないかな。じゃあまずじゃあ長尾景虎出陣する。こう言ってでこっち川越城行ってもらえば、大丈夫でしょ。出陣する。よし行きましょう。で兵糧大丈夫かな。わあ兵糧ガチャやりたい。で宇治安はい。でノーヘッセン。マジかきっついなこれは。んでまたまた何次は大義名分か。これな、どうしような。で、坂戸城落としました。オッケーオッケー。じゃあ友信は騎乗で、あと港城までね、結構かかるんだよな。到着まで48日後か。いやーどうだろうな。あーで、ここ当たっちゃった。四季な佐藤、我らの勝ちはいりません。じゃあ指揮は取りません。オッケー。さあ、で、次はこっち。おー、宇治安、マジでこいつ。進め。さあ、皆の者、何も何もで、大義名分で、川越城到着。さあ、もうちょっとで来るから頑張って。はい、志で、果たすのか。朝倉家の当主が吉影になったんだ。了解です。で、秋になって兵糧が入ります。で、坂戸城にて一気まずいまずいです、これ。で、坂戸城で、凶作、マジか。報告いたす。さあ、で、兵糧は先月の収支90000、素晴らしい。さあ、また北条防衛戦です。戦いの中でしか生きられない男、北条氏康め、許さね。さあ、で、まだ来る。で、南部家と安藤家、まあ、ここは不参戦で。で、武田家と北条家、これは武田家、応援します。頑張ってください。少しでも北条を苦しめておいてください。で、四季な佐藤もオッケー。よーし。で、次はそうだな、どこ攻める？そうだな、こっち攻めるか。じゃあ押し城、はい。出陣する。あ、で押し城の部隊がいなくなった。使いの者が来たよ。で、足なきより交渉の申し出。無条件で子はマジっすかそんなんいいわけねえだろ。素直に落とされよ。で、武田春信、はい、風林火山どう。で、押し城到着。押し城は強行66日、はい。で強行70日に変わっちゃった。あとそっちはどう。はい。で、鶴岡城としました。オッケー。で、この二人はじゃあ逃がす。はい、逃がします。ことじくで、吉高は騎乗してくれ、急いで。で、問題こっちだよな。港城早く落としたい。で、武田家と北条家、これはまあ武田勝つよな。なぜそこまでして私に宣戦するんだ。で、鶴岡城一騎。いや、でもここでね、足なきを落とさないとね、南部家に足な森内たち取られちゃうからね。報告いたす。いや、悩ましいとこです。で、南部家との同盟があと1ヶ月。これより表情を行う。マジか。表情。さあ、みんな意見をくれ。これはじゃあ商業と軍事でいきましょうか。はい。で、ピッカーンなし。長尾景虎、斎藤智信からの伊達春宗。はい。これにて表情を終える。ここはですね、そうですね、都市空権取るか。無兵装の攻撃力上昇中。はい、よし、こんなもんでいいでしょ。はいよ、ご命令を。じゃあ今度はこちら、岩槻城に里見義弘を向かわせましょう。はい、お願いします。進め。さあ行くぞ。で、こちら、南部家と安藤家、これは南部家勝つか。で、じゃあここで同盟、あと1年ぐらいは同盟継続したい。お願いします。はい。で、港城到着。港城はほい68日か。うわー、きつい。頑張れ。で、こっちの方、北条攻めの方は、はい、はかどってるかな。
で、南部家と同盟完了。よかった。さあ、武田と北条家、これはまあ武田勝つよな。さあ、今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ムペンでした。さよならー。